が頼むエルマス主役さカターニアテオミナボンジョルノオルティージア青い海シチリアパレルモ地中海ナポリはスレーヌチカリクロスパオロは役のお疲れ様です。ご苦労さん、バラしたね。いえいえ、あいにくの雨天で地下で落ち合うことになりました。これまた風情があっていいですね。まあな、はい、この雨の中悪いな、呼び出して。いや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 、まあ、地上で行ってもよかったんだけども、はい、まあ、一応な、地下を、まあ、雨に当たんないように行こうじゃないか。ありがとうございます、ね、体が濡れる分にはいいけど、心まで濡れてしまったらね。そう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 、お前も結構今日回って、はい、織田さんがちょっとそういうなんかちょっとしょぼくれた姿見たくないので。そうだね、はい、せめて心だけでも晴れやかに行きましょう。ああ、お前、今日俺買い物付き合いやろ。あ、何を買うんですか。まあまあ後で教えるよ。あ、じゃあお供させてください。あの歌舞伎の件どうなったんですか。あ、今朝ちょっと事件ありましたね、歌舞伎で。役所通りにある、ああ、まあ、飲食店バーというふうに言われてるんですけど、そこに4人組のが押し入りまして。まともな店じゃないだろ。なんかインカジという噂もあります。ちょっと見てないで何とも言えないですが、まあまあ金が発生してるよ。 はい、でそこに4人組が押し入って、責任者を出せと。で、まあ、責任者はどうやら不在だったようで、代わりに従業員4人が切りつけられて、死者は出ておりませんが、久々に物々しい区役所通りになりまして、私もそのサイレンの音で今日目覚めてしまいました。まあ不良だろうな、不良か不良か中国人とかだろうな多分。そうですか。断定できないけど、はい、その肩着がよ、はい、肩着がそれなりに仕事かける格好で揃えて、この店から金取り返してやるぞって言って息巻いて行って、はい、責任者出せとは言わないだろ。ああ、そうかもしれないですね。呼んでくるとか責任者出せっていう強気で行くってことは、不良か元不良とか。なるほど。なんかこれ私の推測ですけど、みかじめ料を払わずにこっそり営業してて、それはないですかね。それもある、はい、当然あるけども、当然今しのぎがないから、どこも、はい、そこにはそんだけ金があるってことを分かっていて、はい、何してくれるんだって何とでも操れるから。なるほど。いや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 、そっちみちその内部に通過のやつらか、もしくはとにかくその不良関係者が、はい、まあ、ちょっと教えてやれっていう。だからもしそこ行った時にその責任者がもし出てきてたらどうなってたんだって話だから、うん、責任者呼んでこいってことは、まあ、その強気で言える立場の人間たちなら間違いない。ああ、そうですか。わかりました。ちょっと我々の感覚とは違う。あ、そうなんですか。歌舞伎の中まで行っちゃうと、あ、そっちは俺たちや新宿署がやるんだけど、まあ、ヤクザや新宿署の仕事だから。あ、そうだったんですか。私も色めきだって、もう朝から準備したんですよ。織田さんからいつお呼びかかってもいいように。お前な、はい、お前人の茶碗にお前手をかけないって話になっちゃうから。あ、なるほどなるほど。お前みたいな投手がそれで彩れるのかもしれないけど、はい、俺みたいにそっちにゲソ入れてたやつらは、はい、ある程度その配慮が必要になってくる。わかりました。じゃあなかったことにしましょう、その事件は。もう泣きなりゃしねえよ。あ、お前をなかったことにしてやるよ。私をですか。明るい話で行こうじゃないか。あ、そうですね、せっかくの土曜日ですもの。はい、はいはい。うちの猫がや、後ろセブンだな。はい、まあ、今ちょっとこう家の外で半分、外にいるもん。はい、家半分外半分みたいな感じで、外側してるわけじゃねえんだけど、はい、まあ、外が透けて出ちゃうから勝手に。はい、そうなった時にこの寒い冬をどうやってあれするんだっていうことを、まあ、懸念して、はい、まあ、嫁が、まあ、こたつみたいなのを作ってくれたんで、段ボールの箱に今こたつというのホットカップとか敷いてある、はい、ちょっとそのコンセントを、まあ、工事が来る関係で外さなきゃいけない、はい、実を言うとこのビックロ見よう。あ、ビックロセブンのため の, そのこたつの延長コードを、まあ、買ってやりたかったんです。あ、ビックロじゃないと売ってないですか、それは。いや、わかんないけど、ビックロになければ、まあ、ヨドバシも。あ、じゃあ、とにもかくにもちょっと入ってみましょうか。ああ、ちょっと一旦カメラ下げます。ああ、太田さん、よくビックロでは自転車とか買ってますもんね。あ、そうだな、まあ、チャリコもそうだし、はい、いろいろお世話になってる。よく来るんだよ、ビックロは。ああ、お前のそんな買い物になんで終わらないって思ってるかもしんないけど、ええ、言ってなかったけど、そのセブンもいろんな能力があるんだ。
あ、どういった能力が。お前の知らないところでセブンから俺は結構いろんな指示出てるんだ。あそこに行けとかあっちの星がいるとかセブンの結構あれがあるんだ。あ、彼がボスだったんですか。ボスというか、まあ、能力があるんだよ、特殊な。こたつ用品ですか。延長コードだ、延長コード。あー、じゃあ誤解じゃないですか。家電詳しいね。本当か。階段で行きましょうか。そうだね。はい、階段の方が伸びやかに喋れますから。まあでもウリタさんのこういう休日をちょっと垣間見れて嬉しいです。はい、すぐにいても立ってもね、いられなくなっちゃうっていう。奥様は大丈夫ですか。ちょっと体調崩されてたんですけど。実は昨日その検査行ってきたんで、検査で、はい、まあ、病院まで。ええ、結果は心臓ってやられたって心配だったから。はい、心臓のあれじゃねえか。うん、あれは参ったこと、本当に心配になって。はい、まあ、ところがね、まあ、そのドクター、あの診察に見てくれたドクターもびっくりしてた。はい、小学生とは何も変わらない小学生の数値だって、心臓が。あ、ピュアなままでいると。ああ、それからもう糖尿から血圧からコレステロールから心臓、肝臓全てにおいて、はい、まあ、パーフェクトだと。あ、やっぱり心が綺麗な人は体も綺麗って言いますからね。そうなんだ。俺もそうなんだ。俺も医者が驚くんだよ。はい、スイッチたるや。あ、どうだったんですか。いや、俺は昨日やってないけど、はい、基本俺はもう健全を、もう健全の見本みたいなのだもん。はあ、何かがちょっと注意されたこと一度もないの。心が綺麗だから。はい、お前どうなの。あ、私はもう健康診断もずっと行ってないです。お前ちょっと待って。はい、なあ、何回だよ。多分5回だと思います。お前何で俺いちいち言うの。地下から歩かせて。あ、いや、体にいいじゃないですか。エレベーターとか前がちょっと喋りづらくなるからってわざわざ階段に行くとこじゃねえだろ、僕はね。お前と違って俺スポーツやってるからいいけど。はい、降りたらなんか先に寝上げたじゃないですか。私全然大丈夫ですよ。まあいいよ、俺も今日お前を軽く付き合わせてる身分だからね。ある程度のお前のその慣れた発言も少しは寛大に思われる。ここが4階、あともう1個ですね。そのくらい数えれる。まあ、ちょっと物騒な山がまだまだ起きるから。はい、アンテナだけな。確かに気をつけないといけないです。アンテナでこの水速をあんまり外大きく外さないようにちょっとトレーニングしとけ。わかりました。こっからここ広いんで店員に聞いた方がいいかもしれないですね。はい、これからじゃねえ気がするな。こういうお茶で例えばこちらのこれからじゃねえな。すいません、6回。もう1個ですか。もう1個ですね。エスカレーターに。あ、はいはい。まあ、すぐ階段で行こうとしてる。やっぱ足で稼ぐって癖がついてますんで。お前だけな。はい、お前だけそういう。俺だけそのうち運転手つけるから。あ、私はそれ。お前だけ歩いて現場に行って。でもこの間あるドクターに言われましたよ。日常の潮流ちょっとしたいとまを見つけて歩けと。歩けのが一番満足に効くって言われて、医者以外ですよ。1日70分ぐらい、70分から90分ぐらい運動した方がいいって言ってました。まあ、あの軽度な運動も含めてですけど。お前はそれでいいけど、ハードな運動してる俺は無駄に使いたくないんだよ。あ、でもハードな運動してる人こそ、うん、あの油断しがちだから、うん、っていうふうに言ってました先生。だからお前と違うの、俺に油断なんて言葉ないんだよ。あ、
すべてお前に、お前だけが歩いてるんで、お前がもう一人で歩き続けろ、勝手に腹立ってきたから、ね、お前そんなに小言が多かったら本当にお前絶対彼女ができる。結婚なんかローンだよ。熱湯とか油とかかけられちゃう。うるせえやっちゃって、お前そんな、じゃあお前が一人で歩いてるとか油かけられて殺されるぞ。いや、お前の人生だからもうこれも自分の天ぷらができちゃうんじゃないですか。そう、ケロイドだよね。延長コード、これなかったらさっきも十分だけど、人間タップじゃないんだよ。しかし暑い。暑いな。まあ歩くんだろうだって。はい。あるじゃないですか。メートルもいろいろ色とりどり揃ってますよ。長いわ。何メートルぐらいですか。10?5 じゃ足りないと思う。そんな長いのありますかね。織田さんあれですか、ビッグポイントカード持ってるんですか。いいんだよ、そんなの。男ですよ、あれ貯めとくと、うん、俺は思ったら嫁持ってるかもしれない。はい、普段嫁が財布全部管理させてるから。もっとあれですよ、ガムシャラ探さないと見つからないですよ、これすごい数ですから。お前いいんだよ、お前その何とかなんないのか、お前その小言な、視聴者が全員思ってるよ、お前その小言うるせえなって。いやいや、俺のペースでやらせるよ。なあ、油かけんぞ。電化製品はどこさんがの。ああ、やっぱ国産だろ。国産を最初重視したんですけど、最近はそうにとらわれないようになってきてますね。俺はもう国産しか信用しないから、ちょっと頭固いから。俺はあ、そうですか、うん、でもパソコンなんかも僕海外製してますから、うん、だってそんなの全部説明も全部英語だろ。そんなの、いやいやいや、もちろん日本の代理店がちゃんと日本語に訳してくれてますから、うん、心配無用です。で、心配なんかしてみるかっこつけやがって。なあ、日本の代理店がちゃんと経由してるから問題ない。なあ、でその代理店が連絡つかないときに壊れたらどうするの。なあ、あ、24時間サポートしてくれますよ。24時間で対応できない場合もあるじゃないか。なあ、どうせメールとかだろ、お前が言ってんの。ああ、そうですね。メールなんかじゃ分かんないところもあるじゃないか。あ、電話です。あの、コールセンターなんですよ。じゃあお前だけその過ごしやすい環境で、お前賢くお前器用に生きてるって言いたいんだろ。それでいいじゃないかな、ぶっ殺すだけだから。お前本当になあ、何歩くと健康、歩くことが一番いい、てめえのその腹で言ってんじゃねえぞ。なあなあ、俺は逆算だけどお前は三角じゃねえかな。あ、その違い分かる。なあ、俺とお前でお前テトリスみたいにやってみ、合わさったら分かるから。俺は逆算、お前は三角、その違いでお前歩く歩かねえか言ってんじゃねえよ。なあ、すいませんさ。5メートルしかねえの。どうじゃ心配なんで。ちょっと待って。聞くから。すいません。はい。ちょっと伺いたいんですけど、はい、延長コードって5メートルが限界ですか。今延長を置いている部分ですね。10ありますか。はいはい、この辺のところをですね、あとちょっと小口のちょっと違いになってくるような。これで10ですか。そうですね、一個口の10メートル。一個口の10、はい、あ、これじゃあ、これいただけますか。すいません、あ、それ、あ、レジですね。まっすぐのところになるので、すいません。おはようございます。おはようございます。毒性なんだよな。なあ、俺に今ここで言ってる割にドンクセイじゃねえか、脚立にぶつかったんか、お前は。なあ、ドンクセイな。
ろんな製品でもあるけど、はい、国産がダントツだよ、海外。話にならないんだよ、日本は何でも優れてるんだよ、はい。でもオートバイなんかアメ車とかやっぱかっこいいと思いませんか。かっこいい、あの見た目だけなんだアメリカは。あ、だってかっこいいだけで、まあ、全然話にならないじゃないか、すぐに車が、はい。でもかかって、そういうのが好きな人はいいよ、うん、かかって金もかかって維持費が何だろう、俺はもう基本的にダメだよ、やっぱり先の回線があれしてから俺はもうやっぱ、じゃああれで古風だからよ、考えは。確かにそういう部分ありますね、ウタさんね。大和魂忘れてないっていうようなとこありますよね。アメリカ人が嫌いとかじゃないんだよ、はい。だからそのやっぱり嫌いなんじゃないけども、どうしてもやっぱ日本を、うん、うん、じゃあ私もちょっと和の心取りに行くようにちょっと勤めますわ。そうだね、はい、スイーツとかも全部これからも和菓子にした方がいい。そうですね、アメリカ風あんま吹かしてる人も嫌いなんだよ。わかりました、勉強になりました。そうそうそう、スイーツしたらやっぱ団子とかよ、はい、まんじゅうとかそういうのも。いやいや、お買い物お疲れ様でした。いや、飛んでるよ、本当に。そうですね、さすがのビックロですわ。これもさっきのレジ並んでるって考えてたんだ、はい。やっぱりこうアメリカのやつらっていうのは、まあそのまあ、アイスクリームばっか食べてよ、まあ、スティールって耐えられて、まあ、そして肥満体験も多いしよ、タレしてるわけじゃないんだけど、はい、いろんな意味においてこうガサツ、あ、ガサツ、まあ、でかいしよ、やっぱ本当に帰ってる感じがするんだよ。まあ確かにその象徴がトランプ大統領といっても過言じゃないですね。そうそうそう、トランプだとかよ、うん、そこにその繊細さっていうか、そのスマートさがないじゃないか。わびさびがないです。西川さん、何て言ったっけ。わびさびがないです。あ、わびさび、はい、また変な英語使ってんだからなあお前かぶれてるからね。いやいや、もうジョンソンは好きなんだよ、イギリスの、はい、イギリスのトランプって言ったらジョンソンな、はい、あんなのは好きなんだけど、ちょっとあのやっぱトランプ代表するあのもうメイドイン USA みたいなやつらはちょっとやっぱ、はそう思うとやっぱり日本人のこの奇別なものすごい繊細な、はい、職人気質なやつらが作ったものっていうのをやっぱ俺は推奨する。ああ、いいですよね、あの、うん、お茶道の茶器とかもね、やっぱり心洗われますもんね、見てるとね。そう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 、あー、立つまでこんななって、はい、堀田さん、和服なんかも似合いそうですしね。俺は絶対似合う。あの昔なんかの雑誌の表紙になった時、和服着てらっしゃって、そうだろ、あれでも一気に女性ファンが増えたっていうふうに言ってます、聞きますから。いや、増えない。あ、増えてなかったですか。俺は野郎にしか人気ないから。あ、失礼しました、女の子からモテるようなレベルの低い人間にはなりたくないんだ。はい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 、だ本来敵である男同士からも浸水されるような男でありたいっていう。まあお前は違うけどね。はい、私もちょっとそういうスケールにちょっとなっていきたいって頑張っていこうと思います。いやいや、お前は別に普通に女にモテるとこから始めたわけ。あ、そうですか。あ、まずそこがスタートですか。一人公爵ばっかここで垂れてねえで、まあありがたいと思うよ、たまにお前の小言も。公爵。そうそう、公爵のつもりはなかったんですけど。いやー、お疲れ様でした。いやでも結構もう雨がちょっと本降りになってきたんで。あ、そうだな、はい。まあ、俺も今日はこのまままっすぐ帰るよ。お前と話せてよ、よかったよ、和の心が戻ったというかよ。あ、ちょっとでもお役に立ったら嬉しいです。そう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 、やっぱり俺たちは日本人なんだからさ、メイドインジャパンですもんね。そうそうそう、その誇りをよ、お前もちゃんと胸にあれしてよ、はい、ガッと把握しばっていろいろ辛いこともあるだろうけどよ、はい、俺たちは侍スピリッツだから、はい、そういうものを大事にしてある人は。承知しました、うん、よし、じゃあそんな感じ。お気をつけて、どうも失礼します、ありがとうございます。土砂降りの夜だ、ガキの頃を思い出す、遊園地のゴーカート初めて食べたくね、財布には札束、